こんにちは、キサキチャンネルのキサキです。出品でございます。失礼いたしております。今日はですね、あの牛丼チェーンって3社あるじゃないですか。すき家、松屋、吉野家ってあると思うんですけど、そこのモーニングで朝食を出してる中で最安値、一番安い朝食で、まあコスパ、味、ボリューム、匂い、形、まあそれらのものをね、もろもろ見て、まあどこが一番いいのかなって、いいのかなっていうのを調査していきたいと思います。近いよ。玉かけ朝食来ました。このボリュームで250円は相当安いんじゃないですかね。白米とポテトサラダ、海苔、あと卵と卵かけ醤油専用の醤油と、あとお味噌汁がついております。いただきます。マスク外した方がいいわ。ポテサラすっぴんやべえな、マジで。はい、え、うちもなんかミニとか入ってきたのかな。ミニとか言ったのか、失礼。働きに出る人はスタミナつけていかなきゃいけないから量多めなんだよ。海苔、怪物だからこのまま行くわ。妖怪だ。やっぱりご飯少なめ30円引きだった。今気づいたんですけど、ご飯少なめにすると30円引きらしいです。だからご飯少なめにすると220円。失礼します。お茶漬け食べたい。帰れ。じゃあ帰ってくれ。暑くなってきたわ。やっぱり朝食を食べると体がポカポカしてきますね。いらっしゃいませ。いい。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。うち今から定食あと2個食うのよ。あんまりたやすい考えで牛丼頼むのやめてもらっていい。納豆定食が来ました。さっきのすき家とね、ご飯、味噌汁、卵、海苔まで一緒なんですけど、あれ海苔の下になんかあるおネギさんがこう、かくれんぼしてらっしゃいますね。おそうですね。ここに今、納豆があるって感じですね。めっちゃトイレなんですけど、気にしないで。味噌汁うま。納豆は大粒納豆でした。大粒納豆、ひき割りあんま好きじゃないからさ、嬉しいな。ママお腹いっぱい。ママとかもやばい。最後の一口いただきます。ちゃんと完食しました。姉ちゃんも頑張ってしじみのお味噌汁飲み切りました。飲み切りました。松屋にやってまいりました。松屋のモーニングで一番安いのが卵かけ朝定食で、それを頼んだんですけども、ご飯をミニにすることによって290円から260円になりました。いただきます。お腹いっぱいいっぱいですけどね。味噌汁は吉野家が一番美味しかったかなって感じですね。そうだ。牛皿でもモーニングの
一番安いメニューの中で牛丼屋さんでちゃんと牛丼が入ってるのは松屋でしたね。はじき出せ、うん、お腹いっぱいよ。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで、すき家と吉野家と松屋のモーニングを食べ比べてたんですけども、一番安いのはね、まあ、全部卵がついてましたね、やっぱり。で、まあ、すき家は一番安い、コスパがいい。吉野家は味噌汁が美味しい。松屋は牛皿が食べれる、あの牛丼のお肉を食べれるっていうところが、まあ、メリットなのかなっていうふうには感じましたね。お腹いっぱいのパイです。はいです。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。でも